皆さんこんにちは、アキシと申します。さあ今回はですね、トイレットタワーディフェンスやっていきます。ペロペロ、いやーなんか背後から気配を感じるな。うん、誰かいるのか。あー誰だこの人は。見知らぬ人が後ろにいるぞ。わからないのか。あーその声はアキシのゲームベア編集スタッフの D 君じゃないか。わかったかな。姿が変わってるから気づかなかったぜ。よし、じゃあ D 君テンポよく行きたいからこっちについてきてくれ。了解。いやーD 君、はいはい、いつもアキシのゲームベを見てくれてる人がね、なんと、うん、たくさんの贈り物をしてくれてさ、さあこんなにいただいてるんだぞ。めちゃめちゃすごいでしょ。おはい、すごいすごいでしょ。すごい、もうちょっとねこれをね、あのせっかくもらったのにちょっと使わないのはちょっとね申し訳ないから、うん、今日は視聴者さんからもらったユニットでステージをクリアする縛り、うん、やっていこう。よしやるぞ、やるぞ。いや D 君聞くところによると、あれタワーディフェンス初めて？初めてに近いね。あ、ちょっとやったことあるんだ。2回目だね。2回目大丈夫かなっていうのも、うん、あなたがあのライブやってましたよね、 YouTube でね。うん、やってたね。あの時にインストールして一人でプレイしてました。あ、そういえば地面に埋まってたよね。あれ本当に D 君だったんだ。うん、あの1回こっきり。あーそっか、まあじゃあ経験者ということで、はい、早速ですね。キャラクターをこれね、視聴者さんからもらったやつをちょっと D 君に、うん、スピーカーマンを渡して、はいはいはい、アキシの方でカメラマンを使って、アキシはカメラマン陣営、 D 君はスピーカーマン陣営で分かれてやっていこうと思います。なるほど、うん、まあ対決っていうか、まあ協力なんだけどね。うん、一緒にスキビディトイレを倒そう。OK。はい、今回もたくさんのですね視聴者さんからプレゼントをいただいているんですけれども、はい、こちらスピーカーマンすべて受け取らせていただきました。ありがとうございます。さあそしてこれやばいです、ハイパーアップグレードタイタンスピーカーマン、もうめちゃめちゃ強くてレアなやつですね、パルステさん。おーすごい、アニレもいつも見せてもらってます、ありがとうございます。これをちょっと今日は D 君に使ってもらいましょう。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ今いただいた大量のスピーカーはいたんですけど、その中で D 君がチョイスしてオリジナルチームを作ってください。さあそしてカメラマンもですね今回たくさんいただいておりますよ。はい、こちら全て受け取らせていただきました、本当にありがとうございます。さあこの中でチームを組むぞ。いやー D 君お待たせ。はいはい、めちゃめちゃねスピーカーマンもらってたけど、チームは組めましたか？バッチリよ。 D 君のチームメンバーこんな感じか、なかなかバランスいいね。まだあんまり分かってなくて適当に組んだんだけど、いい感じ。大丈夫大丈夫、このコストがねばらけてることが大事だから。でこのハイスピと DJ が入ってるのは偉いね。なるほど。おお、分かってないで入れたのか、すげえな。おお、センスの塊でしょうよ。センスの塊やな、これ将来有望やな。よし、じゃあちょっとこれは D 君のチームで、アキシのチームははいこんな感じ。なんか忍者カメラマン、これおそらくプランジャーマンのことだけど、結構ねアキシ初めて使うキャラばっかりでね楽しみですね。よし、じゃあこのスピーカーマンとカメラマンに分かれて早速バトルやっていこうぜ。オッケー、待って、俺についてこーい。俺についてこーい。こっちだこっちだこっちだ、こっちだったっけ。ああ砂漠に迷い込んじまった。ああ、D 君いた。ちゃんとついてきてた。ジャンプしてる。おーい D 君、おいアクション置いてくなよ。ああよし、じゃあちょうどいいからさ、このデザートってところ行ってみようぜ。美味しそうだな。そのデザートじゃないんだけどね。さあ D 君、お砂漠の街に着いたぞ。すごいな砂漠ちゃん。本家でもこういうシーンあったよね。あったね。タイタンカメラマンが、ああもうトイレ来てる、トイレ来てる、やばい配置しなきゃ。どうだっけ、やべ、どうだったっけ。あ、ここだ。とりあえずプランジャーマン置くわ、プランジャーマン置くわ。よし D 君も置いてってくれ、行けプランジャーマン。あ、違う、あ、置けない、置けない。置いた置いた、置けてるよ。うん、スピアスピーカーマン、これはですねナイフスピーカーマン、ナイフスピーカーマン、ナイフ持ってないバージョンですね。ダメじゃん。
そしてこれ忍者カメラマンって書いてあったけど、これプランジャーマンなのかな。でもなんかブラウンなんだよなスーツが。ていうかさ、見てこれ並んでたら区別つかないでしょ。あー2人ともスーツだもんな。これナイフ持ってたら気づかないわ。いや気づくよなえちょっと待って、これどんどん置いていかないと D 君やばいことになってくるぞ。これアップグレードしよっかな。よし、忍者カメラマンアップグレードレベル2だ。お、なんかじゃあ横にちっちゃいスピーカーがちっちゃいな、ヘリコプタースピーカーもっとでかいんだけどな本家だと。そうだね、しかも奥位置が微妙だし後ろ向いちゃってる。後ろ向いちゃってるね。これ大丈夫なの。置けるやつどんどん置いていこうかな。おお、 DJ スピーカー、これはねDJ スピーカーマンのこのサークルに入ったキャラの攻撃力を上げるから、この円の中に入れないと。 D 君なんだって分かんないそういうの。あー、まあ初心者だから、初心者だからしょうがないな。次置くときはこの円の中に置くといいよ。味方を入れるんだね。そうだね、俺らが入ってもね全然効果はないのがねちょっと残念だね。あー、来たぞ、来てるぞ、来てるぞ、どんどん来てるぞ。あ、じゃあアナウンサーカメラマンをちょっと置いてみようかな。よし、アナウンサーカメラマンを。ちょっと配置がすごい悪いんだけど、あ、アナウンサーカメラマンってねなんか青色なんだ ね。へえ、かっこいい。かぶっちゃうじゃん。 D 君帽子だけだからな、逆にこのアナウンサーカメラマンに帽子かぶせてあげたいわ。めっちゃ似合いそうじゃない。確かに。このアナウンサーカメラマンは味方のですねクールダウンを早めてくれるということでね、攻撃速度を上げてくれます。大丈夫かなこれ、勝てるかな。次はあートイレがどんどん来てるぞ、やばいぞ、新しいユニットを出さなければD 君なんか置ける。よし行くぜ。お、なんか置くつもりだ。お、なんか出てきた、すげえ、なんか踊ってる。これはフロスト DJ スピーカーマンだって。なんかノリノリの音楽流れちゃってるけど。めっちゃノリノリの音楽流れてるぞえ、これ攻撃してくれるってことかな。いや分かんない、分からず置いちゃってる。うん、でもダメージって書いてあるから多分そうだわ。でもプランジャーマンがね強くて、あのフロスト DJ の前で全部倒しちゃってるねなんだよ、めちゃくちゃ踊ってる、かわいいよ ね。これアップグレードしたらどんどんあれじゃない、スピーカーが横に増えてくんじゃない。よし、ちょっとアキシもこのレッドレーザーカメラマンっていうのを新しくね召喚していく。召喚、よし、かっこいい、レッドレーザーカメラマン、かっこよー。あれ、てかこれさ腕がさレーザーキャノンになってるんだけど、本家だとレーザーガンを持ってるんだけど腕がレーザーガンになっちゃってる本当ね。そっか、なんかトイレットタワーディフェンスのこのアレンジが逆にいいね。で、ね、斬新だね。そしてこの DJ スピーカーマンは今のところ踊ってるだけだな、全く役に立ってないぞこいつだなもったいないな。ちょっとね位置変えるわ。あ、え、売っちゃったの。売っちゃった。なるほどね、そっか、こっちに戦力を集中させるということだね。それはいいかもしんない、溜まってるからね。よし、アキシも新しいキャラを置いていくぞ。あー、やばい、突破される、突破される、やばいぞ。あー、一体逃した、一体逃した。これはちょっとアップグレードカメラメックを置いてみました。ここでね最後のこの番人になってもらいましょう。よし、攻撃しろ。かっこよすぎじゃんいいよね、なんかサイエンティストカメラマンがちゃんと乗ってる。急にクオリティ上がるじゃん。アップグレードだ、やばいよ D 君。お、アップグレードした、したね、スピア、スピーカーマン、おお、アップグレードした。でも攻撃速度が まるで追いついていないまるで追いついていないぞいやー頑張ってくれ。これフロスト DJ レベルアップさせてみたら、これ強、結構強いらしいよ。えい、うん、うわ、おっ、アップグレードしたら増えた、やっぱスピーカーが横についたね、増えた、増えたね。めちゃめちゃなんかさらにノリノリになってるね。そうだね、攻撃範囲もすごい広がった。あ、ほんと、あ、ほんとだ、いいね、これは頼りになるぞ。そして横でね、はい、この DJ スピーカーマンも踊ってますねDJ じゃねえじゃんダンサースピーカーマンじゃん、これ DJ じゃねえじゃんお前DJ 要素ゼロだけど今のところ。さあ、ここにもちょっとアナウンサーカメラマンを置いて味方を強化しようかな。よし、あ、フロスト DJ めっちゃ強い、めっちゃ強いよ、すべてのねトイレをね倒してますよ。いやー、ちょっとね入り口んところがねあんまりキャラ置けてないから置いちゃおうかな。アップグレードカメラメカを置いてここでちょっとね敵の数を減らそう。あー、そんなことしたらスペアスピーカーマンが、D 君スペアスピーカーマンって言ってる、うん、
これはねスピアスピーカーマンだよ。スピアっていうのはね、あ、そういうこと、槍、そう槍っていう意味だからね。スペアだとなんかちょっとあれだぞ。かわいそうだぞ。だから予備みたいな感じになって。めっちゃかわいそうじゃん。めっちゃ強そうなのに。視聴者のみんなは気づいてるから最初スーパーって言ってた。あー、スーパースピーカーマン、あ、なんかそっちの方がいいな。そっちの方がまだいいぞ。この間違え方の方がまだいいよね。うん、まだ良かったね。てかさ、このクロスト DJ めっちゃ強いんだけど、下範囲がめっちゃ広いしな、こいつが全部倒してるよ。さらにこのクロスト DJ をアップグレードしちゃおっかな、うん、やっちゃうぜ。無双させてくれ。おおお、ステージが増えたぞ。これは最終形態が楽しみだな。よし、じゃあレッドレーザーカメラマンをアップグレードしていくぜ。一気にレベル2分上げちゃおうかな。お、来たぞ来たぞ、撃て、撃つんだ。お、撃ってる撃ってる撃ってる。おお、強い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 。おお、いいぞいいぞいいぞ。スピードもいい感じじゃん。いいじゃんいいじゃん。うん、よし、忍者カメラマンもアップグレードして、こいつアップグレードコスト結構低くてすぐレベルマックスになるな。何も変わってないな。そうだね。じゃあアナウンサーカメラマンもアップグレードした。こいつはなんかヘッドホンつけて、こいつもあんま変わってないな。よし、アップグレードメカカメラマンをアップグレードしたら、なんか変わった。あ、両腕にナイフがついたぞ。へえ、最終的には後ろにキャノンがつくのかな。これはなんかナイフっていうより、なんだろうこれね、なんか細い針みたいな。めっちゃ攻撃してる。スペアスピーカーマン頑張ってるよ。とどめ刺してるよ、スペアスピーカーマン。そうなんだ、実はね、何気なくアップグレードしてるからね。あ、そうなんだ。あー、でも突破されてる。早いトイレがいるぞ。あー、まあでもこっちもねアップグレードしてるからね、いけるはずだ。いやー、 D 君やるね。初めてじゃないけど、初心者にしてはなかなかやるではないか。そうだろう、容量は掴んでるよ。なんかさ、前コメント欄でもさ、なんかあったんだけど、なんかマスオさんに似てるって言われてたよ、サザエさんの。ほんとかい。ほんとかい、カツオくんって言ってみて。ほんとかい、カツオくんがなんかちょっと違うキャラになってたけれども、いやー、大方似てるね、確かにね。どうしたんだい、タラちゃん。このアバターもちょっとマスオさんにすればよかったんじゃないの。それはちょっとサザエに怒られちゃうよ。ごめんごめん、トキシックタイタンカメラマンの存在を忘れてたわ。こいつを装備しなきゃ。なんなんだそれは。よーし、行け、トキシックアップグレードタイタンカメラマン。名前が長えな、本当にな。でもね、アキシ、うん、俺もまだ残ってるんだよ。あ、まさか、そうだ、あいつが残ってるんだ。え、出しちゃってもいいのかい。大丈夫よ。磯野くん、なんであえて。花沢さん無理だった。なんであえてそっちで来たんだよ。ヤフグタくん、じゃあ出してくれ。いいのかい、行くよ。えい、おお、出てきた。胸からスペシャルなビームが出ちゃってるじゃないか。壁にめり込んじゃってるよ。壁にめり込んじゃってる。メリメリメリ込んじゃってるよ。めり込んじゃってる。入り口が激しくなってしまったな。ダメだよ、そんなにハゲって言っちゃお父さんに怒られちゃうよ。いや、似てるわやっぱり D 君、マスオさんに。ほんとかい。ほんと、ってかやばいよ、このマグネットトイレ、こいつを止めなきゃ。こいつめっちゃ強いんだよ。あ、やばい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 、ガチガチやばガチやば。あ、気づけばお金がめっちゃ溜まってた。おわー、止まらない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 。おわー、頑張って打て。トキシック、トキシック、打ちまくれ打ちまくれ打ちまくれ、ほら打ちまくれ。止める、あー、止められた、よかった。危なかったぜ。いや、いいぞいいぞ、結構焦ったね今ね。いや、視聴者さんにさ、このめちゃめちゃ強いハイスピもらったから負けるわけにはいかないよね、D 君。そうだね、こいつめちゃめちゃ高いからな、これ買おうとしたら今。おー、よしよしよし。いやー、スピーカーマン陣営もなかなかやるじゃないか、マスオ君。そうだろう、帰りに一杯どうだい。おー、行こう行こう。だ、今さ、モノマネに集中しすぎてさ、お金めっちゃ溜まってたから。そうだね、それでマグネットトイレに行かれちゃったんだよね。そうなんだよ。これでハイ
パーアップグレードタイタンスピーカーマンアップグレード。おお、いいよ、両手にキャノンがついたね。いやちょっと余裕すぎるからさ、 ここでうんこしてていいかな。おい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 、プリプリ、スキピリトイレになっちゃうぞ。やめるんだ。あ、ここであれかな、うんってしちゃうとスキビディトイレになっちゃうのかな。なっちゃうよ、そりゃそうだよ。うん、じゃあやめとこう。やめるんかい。もう出た。よし、アップグレード。アップグレードメカカメラマンを最大レベルにしていく。おお、ディー君見てくれこれ。おお、すごくない？やべえ、すごい。これ左手に持ってんのさ、なんだっけ、スワットミュータントが持ってたやつだよね。ぶんどったやつだよね。うん、敵が持ってたやつだ。で、後ろにキャノンがついたね、やっぱ。かっこいいな。かっこよ。あ、ハード楽勝やな、もう。おーい、Dくん。おーい。なに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 。俺はどこにいるかな。アキシはどこにいるでしょうか。おーい、下からちょっと覗き込んでくれ。あー、いたー。あ、来たのか、Dくん。もう余裕すぎて高いところに登りたくなっちゃってさ。いい眺めだな。いい眺めだね。それじゃ戦いに戻るとするか。そうだね。孫悟空、待っていろ。瞬間移動したよ。てめえサボりやがって、気抜くんじゃねえよ最後まで。あー、カメラマン、アップグレードタイタンカメラマンにアキシ撃たれてるよ。ギャー、いてててててて、いててて、貫通してないこれ。逃げろ逃げろ。ギャー。あー、顔にレーザーが貫通してる。痛いよー。わ、なんかスキビディトイレ強くなってきたぞ。あ、やべえ、余裕をぶっこきす。これあれだ、最終ウェーブだ、Dくん。なんだと。よー、これはさすがに本気でアップグレードしていかなきゃ負けるかもしれないぞ。アップグレードタイタンスピーカーマン最終形態だ。おお、すげえ、さすがハイスピだ。めちゃめちゃ打ってるな、ビーム。壁にめり込みながら。もう絶対この配置はなんか視聴者さんに突っ込まれそうだよ。あー、撃たれてるぞ。撃たれてるよ。激しい激しい。あー、勝ったー、イエーイ。だー、視聴者さんにもらったユニットで勝てたぞ。余裕すぎるね。いやー、Dくんどうだい、トイレットタワーディフェンスの世界は。え、なに、急に変えるんだね。いやー、初めてにしてはなかなかやるじゃないか。今日のお酒はすっごくうまいんだろうね。それじゃ一杯飲みに行くかい、フグタくん、ついておいで。支えに連絡しなきゃ。はい、それでは今日の動画面白いと感じてくれたら、チャンネル登録、高評価、よろしくね。それではまたね。またね。バイバイ。